はい、ともくんチャンネルです。はい、今回もトラック野郎とかの、プラモデルですねはお休みにして、このザ・ハイソカーの F31 のレパードですね、後期型のやつを僕のオリジナルでね、制作してます。はい、で前回紹介した時には、色ですね、色拭く前と色拭いた後の紹介をしてましたが、今回、まあ今のところもね、これ、ボディとシャーシの方では、仮で合体させてるだけです。はい、で、もうガラス面ですね、ガラス面とサンルーフっていうのはもうボンドでね、くっつけました。で、フルスモークですね、まあブラックじゃないですが、クリアブラウンですね、昔に流行った、まあ実写でもね、昔に流行ったまあフィルムの一部ですね。はい、まあブラウン系とかグリーン系とかね、ブルー系とかで、一番まあ多かったのはスモークですね。はい、まあスーパースモークかなんかですね、スーパーブラックかなの方とかもあったと思うんですけど、今回のこの、僕が制作してるね、レパードには、クリアブラウンで、ブラウン系のフルスモークみたいなやつでね、やってみました。はい、まあ一応1回目が近くで、2回目が遠くで、拭いてるんで、まあ一応ね、この今これまだ色分けしてるだけなんですけど、内装をここにね、つけたら中も見えるぐらいの色かなと思います。はい、で、一応ねサンルーフは開けてる状態ですねにして、サンルーフの方はもう枠だけですね、黒い枠を塗ってるだけです。はい、でまあ一応ボディの方は前回紹介したように、宇宙色ですね、宇宙塗装みたいな感じですね。まあこれも僕のオリジナルなんで、はい、皆さんのね、見てる宇宙塗装っていうのはまだ細かいところもありますし、はい、まあ綺麗な感じで、なってますが、僕の方は普通にねシルバーの方をラップだけでやって、こういう感じでいろんなクリア系の色をね、拭いてやってますが、僕のオリジナルの宇宙塗装です。はい、で、今回ねホイール、まあオレンジ、中オレンジなんですけど、それの、メッシュタイプですね、はい、に付け替えました。はい、でまあ一応ヘッドライトのとことか、もうこの窓枠ですね、窓枠とかテールの中側とかっていうのは、僕のまあ、ずっと使ってるね、ガンダムマーカーのメッキシルバーかなを使ってます。はい、まあボディの方はこんな感じですね。はい、まあ、次回はね、もう、テールの色もヘッドライトの色も色分けしてますんで、はい、ここにね、はい、今回の方はもうテールの方はクリアレッドとクリアオレンジにしてます。
ね、これは、こう、ヘッドライトの方ですね、コーナーの方ですかね、フェンダーにつけるところなんですけど、それも、このハザードの色はクリアオレンジです。はい。で、ヘッドライトのフォグランプの方は、これはクリアイエローがなかったんで、蛍光イエローを塗ってます。はい。まあ、枠もね、これヘッドライトとか、テールとかの枠もメッキシルバーで塗ってます。はい。まあ、それを次回にもうボディにね、つけます。はい。で、内装の方も、まあ一応ね、はい。内張りもこんな感じでなってますし、まあこのちょこちょこしたとこの色っていうのは、エンジングリーンですね。フィニッシャーズさんとこのエンジングリーンを塗ってます。はい。まあ、まだこのシートですね。フロントのシートとこの方ですね。はい。っていうのは色分けはしてません。で、シートのとこもまたちょっとね、座って汚れてるような感じですね。ちょっと昔の車なんで、ちょっと汚れてるような感じにしようと思って、黒墨ですね。もうちょっとつけて、まあ綿棒とかでちょっとささっと汚れみたいな感じに持っていこうかなと思ってます。はい。で、ダッシュボード。はい。こんな感じですね。本当は、木目調に、ね、この、まあ、カーナビとかね、メーターの周りのとことかもしてみようかなと思ったんですけど、茶色に茶色っていうのは、ちょっと、ね、目立たないかなと思って、このメーターの周りとか、まあ、スイッチ類とか、で、カーナビの周りですね、のとこは、これもエンジングリーンで、やってます。はい。もうね、メーターもカーナビもつけてるんで、はい。これはもうすぐポコンとつけれるだけなんでね、はい。まあ、内装も、色分け、次回色分け、もうちょっとしてね、部品つけていきます。で、こちらの、ヘッドライトとか、テールですね、のパーツも、次回、ボディにくっつけて、やります。はい。まあ、また、次回ホイールね、この、レパードについてた、マーク1、もうちょっと履かせてみて、紹介できたらいいかなと思います。はい。今回はホイールはオレンジで僕塗ったやつの、メッシュを履かせてます。はい。前回はこちらでしたね。はい。なんですが、次回はこのね、五穴のマーク1を履かせてみようと思ってます。はい。で、このデカールなんですけど、はい。フロントガラスのとこですね。このガラスが割れたような感じ。まあ、鉄砲の弾とかね。当たって割れたような感じのデカールとかこのモットっていうやつとかもね、つけてみたいかなと思ってます。はい。まあいろいろこんな感じでね、デカールもありますんで、それもつけていきます。
はい。まあそんな感じで、今回は、ちょっと部品つけて、色分けをして、でこんな感じでねちょっとやってみました。はい。まあまた次回かその次ぐらいでこれ完成できるかなと思うんで、はい。まあトラックの方はね、もう一日、はい、お休みにさせてもらいます。次回もこれをします。はい。まあもし次回で完成できたらね、それの紹介もできますし、はい。あと2日後ぐらいにはトラックにもの制作にね戻りたいかなと思ってます。はい。まあそれではね、今回はこんな感じで少しなんですけど部品つけて、色分けして、やってみました。はい。それでは次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。